運営さん、サーヤ、まだですか？ピンパーティーを支えられるよう、ドラム頑張るよ。いやー、最近サーヤちゃん本当に星4来ないんですよね。知ってますか皆さん、一番最後に来た山吹サーヤちゃんの星4ってドリフェスのサーヤちゃんなんですよ。ただまあドリフェスってちょっと特別な枠じゃないですか。ドリフェスはまあドリフェスみたいなところがあるので、イベントだけで考えると最後なのは2月のあの商店街のイベントですね。そう、このイベントからがもうね、さやちゃん来てないんですよ。なんならシーズン2ですね、イベント今シーズン2になってますけど、シーズン2で唯一星4キャラとして登場したのは山吹さやちゃんですよ。これはねちょっとね由々しき問題ですよね。ね、山吹さやちゃんですよ。もうだってポッピンパーティーに入る前にあれだけハードモードな人生を歩んでるのに、ポッピンパーティー入ってしかもシーズン2になってまたハードモードになってるじゃないですかね。えもうだからバンドリーマンの中では言われてるのがね、もう山吹さや星4来なさすぎ問題ですよね。本当に来ないので、ただまあもう次こそは来るだろうって言われてるんですよ。まあ、次こそは絶対山吹さやちゃんのバナーが見れるんだと山吹さや推しの皆さんはまあそうね期待の声を上げてるわけなんですけれども、まあそれはなぜかというとですね、今3イベント連続かな、ポッピンパーティーのメンバーがあのイベントの対象メンバーになってないんですね。ということはもう次ね、次のイベントこそポッピンパーティーの箱指が来るだろうとね。しかも9月末のイベントといえばハロウィンイベントが、はい、あのガルパの中で行われますので、これはポピパで、ハロウィン限定の山吹さやちゃんが拝めるんじゃないかと、そう思ってるわけなんですよね。いやー、これはねちょっと楽しみですよ。めちゃくちゃ可愛いよ。絶対知ってる、山吹さやちゃんって可愛いんだよ。でもう一つですね、まあ一応9月末ひょっとするとドリフェスが来るんじゃないかなと。で自分の予想の中では一応なんか映画と関連付けて、フィルムライブと関連付けてドリフェスを行うかなと思ってたら、一応なんかね、フィルムライブは一応こうなんか好評御礼で星4確定が出たので、あ、じゃあフィルムライブではないなと。なんか動員何名何万人来ましたみたいな感じでやるのかなと思ったら、まあそういうわけではないなというところで、多分おそらくですけど、まあ、ガルパで1100万かな、次がね1100万か、まあ全世界で何万とか多分そういう風になるとは思うんですけど、まあ9月末にドリフェス来るだろうと。一応それらのなんか多分星4確定とか、あとは星4ミラクルチケットですね、そういったガチャが10月2日までだったと思うんですよね。でちょうどドリフェスも大体まあ月末から行われて3日間あるので、大体まあ10月2日ですね、計算すればね、ちょうど同じぐらいに終わるので、まあそこでおそらく同じぐらいのタイミングでドリフェスを実装してくるんだろうなと自分は思ってます。でまあドリフェスの限定メンバーが誰になるかっていうところがちょっとやっぱり疑問になってくるんですよね。一応可能性としては、まあ、次はパステルパレットとポピパになってくるんじゃないかなと言われているんですよね。なのでポピパの箱指が来て、かつまあドリフェスが行われて、そこでポッピンパーティーのメンバーが実装されるのかなっていう疑問は少しあるんですよ。来るのかな。でもね、なかなかやっぱりあんまりないパターンなので、ひょっとするとまあハロウィンイベント一応9月末多分ハロウィンだと言われてて、まあそこが今後になってくるのかもしれないんですけども、まあ山吹さやは硬いかなとは思うんですよね。はい。でまあドリフェス限定メンバーが誰になるかっていうと、まずまあこのまま予想通りパステルとポッピンパーティーになるとするならば、まあおそらくですけれども、まあパスパレは千里先輩かひなちゃんのどちらかで、おそらくパワフルタイプで来るんじゃないかなというところですね。そしてポピパだったら、ここが難しいんですけどね、まああとかすみちゃんかありさなので、おそらくありさが来るのかなというところはあるんですけどね。まあありさでおそらくポッピンパーティーでまだ実装されてないのが多分ハッピーかな、ハッピータイプがまだドリフェス限定メンバー来てないので、おそらくありさのハッピータイプで来るのかなと自分は思ってるんですけど、ちょっとねまだわからないんですよここがね。なので多分どっちかが違うのかなと思うんですけどね。ポピパの箱イベでハロウィンじゃなくて混合でハロウィンなのか、それともポピパのハロウィンの箱イベで、でドリフェスではポピパじゃなくて多分他のメンバーが実装されるのかなと思うんですけど、他のメンバーが実装されるかどうかがまだ分かんないんですよね。はい。まあ単純に言えば山吹さやちゃん来てくれればそれでいいんですけどね。
うん、そうだよね、まやちゃん。もうすぐドリフェスが来るかもしれないから、スタバ貯めておいた方がいいよね。それじゃあ早速コンビニに寄ってくる。